違うわ、アイディアとシャフト違うでしょ。もうダイナミックゴールドかモーダス105みたいな世界で生きてるんで、ほぼはい、そうです。いや、でこれ同じヘッドで試すからこそ分かる。いや、分かりますね。分かるんですよ。トミーです。ということで今回ですね、こちらです、フォープラスフィッティングラボ&ゴルフサロンさんにお邪魔しました。はい、ということで今回はじゃあアイアン編ですね。前回ね、こちらのヤマノ TB の 6X のステルスプラス 10.5 度に決まったんですけど、ドライバーからこう決めていくんですか？ドライバーから決めてきます。基本的には決めてきます。じゃあ、はい、前回やった、まあ、素直な中上司系で、はい、そんなに重くないもの、そうですね、っていうものの中から選んでいくような感じですか？基本的にはそうですが、割とあのドライバーと、はい、まあ、特にアイアンと、はい、打ち方傾向が変わる方も結構いますので。ああ、変わるんですか？変わります。へえ、はい、あのドライバーは手元は硬い方がいいけど、アイアンは手元は硬いと打てないとか。あ、あるんですか？あ、全然あります。もう多々あります。へえ、なのでちょっと一概には言えないんです、ね、そんな多々あるもんなんですか？多々あります。半々ぐらいの感じ、はい、半々ぐらいです。え、それはもう、はい、多々ですね。多々ぐらいですそう、ほぼ全部同じ、まあ、シャフトの特性、はい、がいいかというと、まあ、なかなかそこはなかなかそこはいけないとこですね。なるほど、まあ、今僕がモーダスの 115X 使ってるんですよ、はい、ですごい個人的にちょっと硬すぎる感じがすごいあって、はいはい、さっきこう振ったこの TB とは結構なんか違う感じがします。あ、はい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 、そうか、硬いんですね。硬いですね、うん、でこのフォープラスではこの頭、はい、頭とアイアンでもこのスリーブなんですよ。はぁ、はい、でこれをカチカチなんですか？そうなんです。同じヘッドで違うシャフトを打てるはというのが、まあ、ここの最大の強みなんです。最大の強みですね、はい、最大の強みです。穴開けてるんですか？穴開けてます。同じ、はい、加工してるんで、そこから作ってるんですね。そうです。すげえ。でこの穴もいろんなヘッドにも基本的に開けられます。はぁ、はい、なので、まあ、いろんな新しいヘッドも同じシャフトで試せる。これがモーダスの 120X、はい、120X ですね、はい、ヘッドは何ですかこれ？ヘッドがですね、ロマノさんの最新車、はい、最新ヘッド CX20C S20C、はい、かー、かっこいい。これもうすでに欲しい。打っていただければわかります。 120X ですね、はい。ああ、柔らかいし弾くしっていう感じ、ね、そうですね。あ、当たりっすか？さすがです。さすが飛びます。なんか柔らかいだけじゃないそうですっていう感じがすごいあります、うん、なんで手に残る感触としては柔らかいんですけど、球のこの弾き感としては球がいってるような感じですね。素晴らしいですね。え、さすが。飛んじゃうやつですかこれ？はい、飛んじゃうんですけど、ね、まあ、あの本当にトミーが言った通りで飛んじゃうんですけど、スピンもいいんですよね。はい、5600入ってますね、はい、高さもまずまずで、なんといっても着地角度がやっぱり45度以上、48度で飛んです、はいはい、これだともうコンパクション11いけますか？いや、全然いけます。あ、じゃあアイアンフィッティングで、はい、結構吉川さんが見るのは、はい、着地角ですか？着地角、最高到達、はい、スピン量で、これもスピードによって、もちろんロフトによっても変わります。けどそこをやっぱりアイアンって基本的には止めるクラブなので、はい、だいたい理想値としては、はい、あります？なんかこう、そうですね、まあ、番手今はねちょっとね番手のかける線で前は言ってましたけど、はい、それよりも結構少なくなってます。はい、それよりも高さと着地の角度がやっぱりできれば40、まあ、40度以上はまず欲しい。40度以上は欲しいです。もうどのヘッドスピードの中でも間違いなくそうですね、はい、でないと基本的には止まらない。なるほど、と思っていただければと思います。それはその番手別ですか、はい、それとも全番手同じになります？全番手同じではないかな。ではないではないです、はい、けど大体一緒。大体ランディングアングルってそうですね、高さもランディングアングルも大体変わってこない。あの着地角度はだんだん2度ぐらい鋭角的になってきます。はい、だ7番まあ、一般的に7番とかで、やっぱり45度以上、うん、できれば45度以上だと、まあ、普通のグリーンだと止まりますよっていう感じ。全然止まります。じゃあそこはクリアしてる。クリアしてます、はい、これヘッドがめっちゃいいですね。ヘッドがいいです。これ
いやなんかヘッドがすごいなんかめっちゃ優しそうだったじゃないですか、はい、けど上から見るとめっちゃ薄いんですよ、うん、けどでかい、うん、なんかあの普通のこう昔ながらのマッスルのヘッドがちっちゃいモデルじゃなくてなんかでかいんでなんかボール2個分ぐらい入るような感じなんで、はい、めっちゃでかくて薄いけど安心感あるような感じです。別にあの案件じゃないんで、はい、ただ感想です。僕の向き行きますね、はい、いいっすね。はぁ、いい球だ、素晴らしい。どうすか、いやもう本当に言うことないっすね。いいですね。重さも結構ちょうどいいし、ちょうどいいっすよ。しなり感も結構ちょうどいい、うん、そうっすね、はいはい、ちょっと軽く感じるかもしれない。ちょっと軽く感じる、はい、というと、1、2、5もあるっていうとこれ、ちょっと S の方がいいですね、はい、これめっちゃいいこれ後で売ってみ、これロマノさんのマジでいい。結構シャープな感じな。シャープ、いや上から見ると全然優しい感じ、うん、しかもかっけえよな、かっけえこれ。アベレージアマチュアでも使えますか。これ使えます、間違いなく。最高だな。絵も一押しなんですかこれ。あ、もうこれ一押しですこれ一押しです。で、あのね、これ本当にもう今正直言うとですね、もうこれ半年待ちです。え、じゃあもう買えないじゃないですか、はい、ここでは買える。あー、待った、お上手だ打てるし買えるし、ここでは買えます。なんとかもうあるんですね、まあ、こうやって買えます。で同じヘッドでこれで打てるんだよ。はあ、え、じゃあもうこれ以外打たせてくれないんですか今日、はい、ヘッド、はいもう僕はこれでいけってことらしいですはい、で次あれですね、125の S ですね、はい、125S戻す。そうですね、基本的にあの120、要は最後が、0と最後が5シリーズのものを出すっていうのは少し特性が違います。あ、こっちの方がやっぱり振り感としてはそういう感じかな。なんかやっぱり安心感あるような重さが適度に来てるような感じですね。あ、やっぱりいいですね、抜けがいいですね今のね、はいはい、そう、粘りすぎてないですよ、はい、ピョンピョンっていう感じ、はい、ってますよ、あれだと。そうですね、そうみたいな感じが、はい、X でなんとかそれを戻そうとしてるけど、やっぱり少し振り遅れるんですよね。いや、これ手元の剛性が違うことで、いいっすね。 S じゃないとでもこれがちょうどいいって感じ。ちょうどいいですね、はい、やっぱり戻ってきてますね、はい、いいですね、あいいですね、めっちゃいい、いいですね、これいいですいや、早いですよ、早い。 KBS ですか。 KBS 行きますか。いや、僕あんまり試したことないですね。そうですね、まあ、ほとんどの方がそうだと思います、はいはい、125の S プラス、はい、普通のツアーですね。ツアーです、はい、ザ・ KBS ですね。まずはそれで打っていただいて、どうですか。中上司って感じです、うん、なんか120、モーダスの120をちょっと重くして先だけ柔らかくした感じですか、うん、手元はそこまで来ないですね、うんうん、そういうことですね。ああ、いい、いいですね。これいいかもしれないです。いいかもしれないですね、はい、さっきの TV に近い感じがします、はい、そうですね、近いですよね。近いです。モーダスの125よりはこっちのツアーの 125S プラスの方が近い、うんうん、で重さもちょうどいい、ちょうどいい、硬さもちょうどいい、はい、そうですね、あ、そうですね、先ほどよりもやっぱり打ち出しの角度がちょっと上がってます。やっぱそうですよね、はい、で着地の角度もまあ少し鋭角的になっています。やっぱりこれちょっと手元の剛性が少し高いことで、高いですよね、そう、高いことで中から、まあ先が動くわけじゃないけど、はい、中がちょっと動くっていうのが、はい、まあ、KBS さんの特徴かな。あ、ありありです、はい、ありです。
ありですね、キリです。なんかどっちかというとがっついて強く入っちゃうんで、そういう、ね、KBS さんみたいなシャフトの方が意外と僕のこうミスとしては救ってくれそうな感じです。なんすかこのマットな感じは。もうこれはすごいね。これがもう本当 C テーパー 125S プラス、これがもう本当ツアープロのザ KBS の家庭これ重たいですね。重たいですね。あ、重たいけど上がりそう。揺れてる。あ、思ったより上がりますね。あ、うん、本当ですね。うん、割と上がってて着地かこれの1個軽いのとかあるんですか。あります。あります。いいですね。あるでしょ。それが125。はい。はい。これすごい。すげえいい。ずっしりきてるね、やっぱりね。ずっしりきてるし、拾ってくれてる感じが違うわ、アイアンドシャフト違うでしょ。もうダイナミックゴールドかモーダス105みたいな世界で生きてるんで、ほぼはい、そうです。いや、でこれ同じヘッドで試すからこそ分かる。いや、分かりますね。分かるんですよ。あ、これが C テーパーの 120S、はい、これかもしれない。先ほどよりは少ししなりを感じる可能性。ああ、いいっすわ。ああ、いい。いいですね。さっきの、モダスのね、125S と同じような感じでした、ね。ピョンときてますね。125S、そうですね。なんか、125S プラスより手元側が柔らかくなった感じがします。はい、その通りです。その通りです。着地角48度。いいですね。あ、高さやっぱ高さ出てますね。これはいいよ。17.5 いいですね。打ち出し着地角高さいいですね。いい。パスアングルいいですね。アタックロフト素晴らしいですね。これすごいいいです。素晴らしい。これいいな。なんだろうな。全然違うわ。全然違いますよね。やっぱ KBS 系は手元剛性がちょっと強め。ちょっと強いですね。やっぱね。はい。じゃあなんかダイナミックゴールドもモーダスも合わなかった人は意外とハマる人が。ハマる人が多いですね。多いですか。しっかり。で KBS でもいっぱいあるんで種類が。なるほど。うん、さあこれはあんまね。はあ。はい。ケーズツアー。ケーズツアー。X フレックス、はい、島田ゴルフさん、謎に包まれてます ね。日本でも一番古いスチールメーカーさんですね。知る人が。そうね。あ、でも KBS に近いですか。さすがっすね。ツアーに、はい、ですよね。ケーズさんの特徴しても同じです。ちょっと手元しっかり。そうっすよね。そうっす。なんか KBS ツアーって感じです、うん。あ、いいわ。ちょっと打ち出し下がったけども、まあまあいいですね。データ的にはいや、いい、好きな感じですね。はいKBS よりはなんかこういう感じがします、うん、しますよね、はい、C テーパーはなんかどっちかというとカクついてる感じですね、うん、しなり感が、うん、こっちな、ね、滑らかに、うん、動くような感じです、うん、その通りですね。いや僕が言うまでもないですね。いや、いいっすね。あー、まあでもあとね、はい、まあ後でやってほしいですけども、あれこうちょっとコントロールする、はい、感じ出した時にどう動くか、はい、うん、いや、でもなんかこれさっきの C テーパーの方がなんか強いドローが出なさそうな感じがします。ああ、ちょっとね、捕まりすぎる感じが、ね、程よく捕まえてくれる感じなんで、これ結構意外と合う人多いかもしれないです。多いと思います。そうですよね。はい、
そうですね、日本の、まあ、日本人に向けた割とこう、そうですよね、そうです、なんか拾ってくれてあげてくれて助けてくれる要素が詰まってる感じのシャフトですね、はい、ね、王者が、王者が、まあ、シャフトといえばダイナミックゴールド、はい、120の S200、ね、まあ、新しいタイプの120の S200 なので少し軽量になって振動数も下がってますね。あはは、笑っちゃってますね、はい、あ、これですね、まあ、これになりますよね、はい、ああ、ザッコレ、はい、うん、あ、もう、まあ、コメントがないということです、はい、あまり合わないと思います。そうですね、はいはい、タイプが違います。タイプが違うんだ。タイプが違います。やっぱり手元ちょっとしっかりですね。やっぱそうなんですね。は、はい、基本的にはドライバーと同じような感じ。そうですよね、はい、あとはちょっと真ん中から先が動いた方がいいかどうかっていうのが少しフィーリングですけど、フィーリングっていう感じですか。データ的にはそんなに大きくは変わらないかな。ですね、プロジェクト X の LZ ですね、はい、5.5、はい、お、最優この辺もいいと思います。さあ来ましたね、トゥルテンパーでもちょっと違うタイプなので、うん、来た来た。 C テーパーよりはでもケーズに近いかもしれないですね、うん、もうちょっともったり、うん、手元側からもったりしてる感じかな。18度、一番上がった。これ、ああ49度、めちゃくちゃついてます。なんかガラガラ言っちゃってます。ああ、いいですか？いいよいいよ。え、いいっす。LZ。うん。球の高さ、が上がりますね。うん。ロングゾーン。うん。うわ。うわ、上がりますね。高い。うん、高い。うん、着地角がすごい。いいっすね。はい。キャリー出ますね、はい、これはもうかなりランディングアップいいっすね、うん、これなんでこのヘッドと合いますね。合います、飛び系ヘッドと LZ と、はい、これキャリー180でも下したらもうちょっとしたことでバックスピンってなんか DG のこういう感じじゃないですもんね、はい、なんか一瞬来るけどって感じですね。いい LZ か C テーパーか、うん、最後にこれですか、はい、やっぱりそれめっちゃ気になってたんですよ。やっぱりこいつでしょ。新しいやつですよね。新しいやつですね。いやマジで打ったことないし見たことなかったです、そのシャフト。かっけえなこれ。かっこいいよね。プロジェクト X の IO なんて略なんだろう。インパクトなんだっけ。インパクトっていう。硬い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 。 C テーパーが入った入った。ちょっと LZ じゃあちょっと物足りないっていう人ですね。抜けてますよね。その通りです。あ、ちょっと分厚くなりますね。なるね。球強いですね。こっちも球強いです、LZ より。はい、いいですね。打ち出してほどほど、着地もほどほどです。先動かないですか？そんなに動かないと思います。そうですよね。はい、さっきの LZ よりは、やっぱり動く感じはないと思います。まあでも、ちょっと強く入りすぎちゃうかもしれないです、これ。18.5 上がった。うわ、49。すごいっす。すごいね、これは。え、迷い始めてきた。これはいいですね。でもプロジェクト X 系いいですね。いい、はい、LZ の方がでもなんかいいです、ね、現場で使いやすいかもしれないですね。いいですね。これショートアイアンだとがっつきそうな感じがします。悪くないけど多分数値でとしては一番いいんですよね。いいと思います。これか、Cテーパーの軽いやつか、はい、LZ ってやっぱり 5.5 がいいですか？見た感じ 5.5 かな、もう1個、何個確かったかな。 6.0 もいいですか？多分ね。いや
これもう感覚ですよね。でもこうなんていうんですかね、こうワックルするとやっぱり結構わかりますね。持った瞬間わかるっていうか、なんか一丁前なこと言ってますけどご了承ください。これがさっきのそうですね、 LZ LZ の 6.120g 120g、ね、エアを持ってなりました。さっきより固めですね、はいはい、普通のプロジェクトよりやっぱりこっちですか。そうです、こっちで行きます、はいはい。あかな、やっぱり、ね、ちょっと薄そうだったけど、でも 出てますよね、うちの四角拾えますよね、うん、抜けてるんですよね。そう、程よく。僕もね、そう思います、はいはい、やっぱりさっきのね、このギアーズで見ててもやっぱ押し込めることは押し込めるので、それを抑えることはできると思うんですよ、はい、ただ、それやっぱ上げるっていうのが上げるができないんで、そうなんですね。スクーンではなくシャフトが上げてくれることによってポーンとね、はい、上げてくれるっていうか、右振らってる感じで、はい、ちょっと力入るとそうですね、これよりも多分これ潰せるんで、はい、これでまっすぐで多分ちょうどいいですね。うわ来てる、すごい7番っすよねこれ。このなんか両方ができる感じがするんですけど、重量がすごい迷います。あでも KBS KBS 120かな。あそうですね、はい、KBS120 が忘れられない。3セットぐらい用意していただけるいいっすねそれ、はい、いや KBS 使ったことないんで。ああ、なんかでもこっちも 楽な感じがします。なんか軽くしてもある程度しっかりしてる感じがあるんで、プロジェクトの 5.5 の115だとなんか物足りない感じが出るんですけど、1個上げるとなんか振らないといけない感じなんですけど、うぅ弾が飛び出してて、うわやっぱ強い、これな感じがします。Cテーパー 120S、 おーいいね、これな感じがします。まあ理想を言えばね、これと LZ と2つあるといいかな。それはもう僕の判断っていう感じですか。もう、はい、これはこれでいいですよ。やっぱいいですよね。いいです、うん、やっぱりスピン量着地角球の高さいいですね。コントロールね、コントロールね、できますね、はい、フェード打てるし、ああいいじゃないですか。あ完璧なフェード、完璧なフェードですこれ、はい、フェースアングルマイナス、クラブパスマイナス、フェース2パスプラス、これ完璧なフェードです素晴らしいです。普通に打つと多分右まっすぐなんですよ。ちょっと余ったかな。あでも完璧です、これ完璧じゃないですか、素晴らしい。もう一個ね、ヘッドがあるんですか、これっすわ、はい、これ C テーパー 120S こっちだと思うんだよな。あ、はい、これは何をやってたんだ今まで。だって KBS 打てるとこなんかなくないですか。ないですね、あんまね、はい、やりないです。でこれが、はいはい、同じ
レイの CX なんですけど、これ25なんですね。でこれがさっきの20なんですよ。ここにあるんですけど、おお、はい、これ色わざと変えてるんですか。そうなんです、はい、これ鉄に含まれる炭素量が違う。はあ、はい、でこれちょっと打ってもらって、炭素多め、弾く、そうなんですよね、はい、若干 20C に比べると 25C で炭素量が多いんで、でもなんか柔らかく感じるんですね、はい、です25でも。そうです、うん、でもさっきより速い感じがします、はい、素晴らしいですね。でも目隠ししたら分かんないわかんないですよね。音がね、ちょっとそっちの高い。高いですか。高いです。吉川さんに決めてもらったのは、はい、この2つです、ね、はいですね。かぁ、楽しいですね。いいでしょ。フィッティングってどのくらいの時間、はい、一人一応90分なんですけど、はいはい、で一応まあドライバーからアイアンまでやるんですが、はい、まあ、なかなかちょっとね、時間が、そうっすよね、そうなんですよね、ギリギリなので、基本的にはお客様が悩んでるところを重点的にやります。なるほど、はいですね。そしたら、うん、それは延長とかはやってるんですか。2コマ取るみたいな、まあ、そうですね、2コマ取っていただくかもしくはそうですね、最初はドライバーで次アイアンでっていうのかと、別日とか2枠取っていただければ、はい、いただいたり、ね、そうですね、ああ、なるほど、はい、基本的に日中もずっと、はい、そうですね、平日は10時から、土日が9時から、9時から、はい、やってます。夜は一応6時までで終わりで、あ、6時までで終わりで、6時までで終わりです。はい、はい、開始が、開始は終了が、そうですね、終了が何時だ、土日が4時かな、4時半かな。ああ、じゃあ終了が、はい、開始の終了が16時半、はい、なるほど、はい、平日が15時半。あ、じゃあ夜とかは、はい、夜は18時からここでお食事とお酒が、はい、それ飲める。お酒飲むんですか。そうなんです。え、これクラブ打てるんですか。打てます。マジですか。でこのクラブのシャフトをもう皆さんご自由に打ってください、はい、まあ、僕らがアシストしますけど、はい、だから今好きなシャフトで打ったらどうなのかなとか、これ変えたらどうなのかなって、今トミーがやったようなことをもうご自分で体感できる。マジですか。これがこのフォープラス。はあ、だからゴルフサロンってついてますね。ゴルフサロン。僕なんかすごい、なんでゴルフサロンついてるのかなと思って。うもうね、サロンでも。そう、ゴルフ好きな人たち、まあやってみたいなっていう人たちが集まって、まあここでこういろんなことをやってほしい。なるほど。ここでサロンなんです。じゃあまずは、じゃあまず初めにフィッティングに来てもらって、まあ、そうですね。すごいいいなって思ったら、そっちのサロンの方に入ってもらうっていう。そうですね。それかまず来ていただいて。あ、まず、そう、食事とかお酒飲みに来て、まずシャフトを変えたら、はい、どうなのっていうのを、あ、今日のトミーみたいに体感してほしいんですよ。え、もうフラット来て、あのお電話いただければ、あ、はい、フラット、まあ、見学っていう、フラット、そうですね、はい、これでいいですかみたいなのはちょっと高いですよね、はい、そうですね、まあ、電話いただいて、僕の YouTube 見たなり、はい、そうか、見たなりで、そうですね、あのこちらの、 あの4プラスさんの方に電話していただければ、はい、見学とかもできるんで、はい、そうですね、でフィッティングとかもあの、うん、備考欄とかに予約するとき、はい、ウェブなんですけど、僕あの備考欄の とこにトミーの動画見たよとか、はい、まあ、トミーのファンですとか書いてもらったら、あの安く、あの、ね、フィッティング代がちょっと、はい、ちょっとお安く、安くなるんで、はい、まあ、10% かね、そうですね、はい、10% 安くなるんで、はい、ぜひそちらにちょっと記入いただいて、はい、こちらにちょっと来ていただければあのと思います、はい、なのでまず夜とかね、はい、本当に皆さんお仲間と一緒に来ていただいて、はいはい、シャフトを変えて何かこうね、うん、違ったとか楽しんでもらう、でそこからまあちょっとじゃあ本当にフィッティングやろうかなってなってれば、それはそのサロンに入ってもらわないと、はい、本当はそうなんですけど、まあ、あのトビーの、今回ねご紹介でっていうところであれば、あ、じゃあ、はい、電話の時にお電話で、あの富ごろ見たと僕の動画見ていただければ、はい、だったらご予約は受け付けます。なるほど、はい、じゃあ夜中、そうですね、6時以降、そうです、サロンをちょっと、まあ、ご利用できるよと、はい、いうことで、一応その際、はい、あの1時間打席代が2750円だけ回りました、はい、かかります、はい、その辺はお願いします。はい、はい、どうもということで、じゃあ吉川さんのフィッティング、はい、本当にすごい参考になりましたし、なんか新しい
トミープラスになった。なりましたこれでちょっともっといけると思うんで、トミープラスになった、トミープラになっちゃった、はい、感じなんで、はい、皆さんもね、はい、ぜひ吉川さんに会いに僕にも会いに、はい、来てくれたらと思います。はい、詳細の方はホームページ、はい、予約の方もホームページからネット予約、電話の予約でも受け付けてますので、はい、お願いします。ということで、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。